上野村の特産品は椎茸です。ここ上野村きのこセンターでは年間400トン以上の椎茸を栽培しています。澄んだ水ときれいな空気の中でどのようにおいしい椎茸が育てられているかをご紹介します。椎茸といえば皆さんは原木から生えているものというイメージがありませんか？原木で椎茸を作ると収穫量や品質が天候に左右され、何より原木栽培に適した広葉樹の調達が困難であるといったデメリットがありました。上野村ではそのデメリットを払拭するため、天候に左右されない空調設備を完備した施設内で広葉樹のおがくずと穀物飼料を混ぜて固めた菌床を使って椎茸を育てています。施設のご案内をさせていただきます。こちらは3種類のおがくを使って菌床を製造しております。菌床に使われているのは大きさが違う3種類のおがくずです。3種類のおがくずを使うのは椎茸菌糸の成長を促し呼吸しやすくするためです。3種類のおがくずに穀物飼料のふすまとフォミニーフィードなどを混ぜたものに、関東一の清流神奈川の水をろ過したものを加え、菌床の原料を作ります。菌床の原料の割合はおがくず7割、穀物飼料3割の配合で、水分率を 60% 前後に調整しています。混ぜ合わせた原料を充填機で袋詰めし、ブロック状に成形することで菌床の元が完成します。成形した菌床は高圧殺菌釜に入れ、カビなどの雑菌を滅菌処理します。菌床は最高118度の温度で6時間以上加熱殺菌されます。加熱した菌床は18時間かけて冷却します。殺菌処理された菌床は無菌状態の食菌室で椎茸の種菌を食菌されます。この時雑菌が混入すると菌床が廃棄処分になってしまうため、衛生上細心の注意が図られます。こちらが培養室になります。種付けを終えた菌床はこれから4ヶ月間培養します。植え付けられた椎茸菌糸は4ヶ月かけておがくずや穀物飼料を分解し成長していきます。椎茸菌糸内に十分栄養が蓄えられ、菌床表面に茶色く皮膜ができてくると、ここから椎茸の発生準備が完了します。こちらが椎茸の発生室になります。発生室の中では椎茸が栽培されております。こちらのセンターの椎茸の特徴は肉厚なとこです。4ヶ月培養した菌床からは20日のサイクルで5ヶ月間にわたり椎茸を収穫します。上野村さんの椎茸の特徴は肉厚なところです。ぜひ一度味わってみてください。その違いが分かっていただけると思います。上野村の椎茸作りについて足早に説明しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。上野村きのこセンターではこれからも
こだわりの美味しい椎茸作りを目指し続けます。